从冰川渔港出发，在仕途老马的带领之下，摄影团队前进北谷丁近海，十分钟左右抵达潜水点。一下水，随即看到遍布的短足软珊瑚相当美丽，继续移动大约50公尺，总算来到了目的地。見えてきたのは巨大な構造物。宇宙ステーションのような施設が水深14メートルにあります。チャタンの海にこんなものがあるんですか？はい。看似不应该存在于海底的东西，其实有它的功能。上部にはテーブルサンゴなどもついています。そして筒のようなものからは大量の水が噴出しています。日によって温度が違うようですが、この日は50度近くあるお湯でした。見た目も暑そうな感じですよね。結構お湯の出る勢いも強めなんです。这么一座造型特别的机器到底有什么作用呢？実はこの施設、海水から真水に変えることのできる茶炭浄水場の施設なんです。受到温月层水温变化影响，当天的影像有点模糊，但这并不影响大家的拍摄计划。出现在镜头前的是无斑拟洋鱼，而各种鱼儿在附近环绕穿梭，被称为鱼医生的猎唇鱼也没有缺席，尽责的巡逻周边负责清洁的工作。另外直接粘在机器上的则是ピンクのポリプからオレンジ色の触手が伸びていますが、これはイボヤギです。イボヤギ。太陽の光を必要としないサンゴの仲間で、触手を開いてプランクトンを捕まえて栄養を得ます。ちゃんと生きてるんですね。はい。連資深摄影师也忍不住赞叹眼前的生態景象。全部のポリプから触手が出たら綺麗なんですけれども、基本は夜に活動するため、この時は三分咲きって感じでした。残念。再转移阵地，来到浅一点的地方，又看到了另一座设备，它是取水塔。この施設は海水を取り込んで浄水場に送っているんです。2階建てのような構造となっている施設に何が住み着いているのか探してみましょう。探してみましょう。ここの主のような存在の魚がいました。ツバメウオです。堂々と泳いでますね。はい。尖齿鲶鱼通常是20-30条左右，群聚悠游的鱼类，但不知道什么原因，这一天遇见的只有一条鱼儿出没，感觉有点孤单。紧接着，团队将摄影机装上增距镜头，看到的又是不同的世界。把镜头放大，火红的红珊珊瑚触手可是相当招摇，它想尽办法要去捕捉微生物，但其实红珊珊瑚原型非常迷你，摄影师伸出指头比一比，就知道它有多小了。但更仔细观察，发现珊瑚上还有别的生物附着生存。ワレカラという小さな甲殻類の仲間で、肉眼ではほぼ見えません。こんな小さな生き物も頑張って生きてるんですね。そうですね。ポリプが閉じているときはワレカラ目立ちますね。目立ちます。摄影师提醒，想要亲近鱼儿，最重要的就是不要打扰到它们。周りには台湾カマスの姿も。のんびりとゆっくり泳ぐ魚ですので、驚かさないように近づけば、間近で撮影することもできます。走一趟冲绳中部的海域，不但见识到神奇的净水设备，周边更出现珍贵的珊瑚，还有自成一格的鱼儿生活圈。常年拍摄与关注海底生态的摄影师，还有联合报道的 QAB 记者都表示，大自然的奥妙其实就存在于我们的生活环境当中，只要仔细观察，都能有新的发现，值得亲近，还有好好的保护它。TVBS 新闻，徐启芳综合报道。